訓練兵として鍛えられている頃は何度もくじけそうになったけど、無事卒業できてよかった。女神クリスタだからいいが、そのセリフ、他の成績10番以内のやつが言えば嫌味に聞こえるぜ。そんな、そもそも私よりあなたの方が10番以内にふさわしかったのに。馬術はともかく、立体機動術なんてあなたの方がずっと。私は他の連中と協力するのは性に合わないからな。単独で突っ走ってたのが減点されたんだろう。そう言うけど、私のことはよく助けてくれるじゃない。いつかの町への巨人襲撃を想定した訓練の時も、私たちの班は随分遅れを取っていたけど、終盤であなたが頑張ってくれたから。別にお前のためじゃねえよ。班の連中に恩を着せようと思ったんだ。あいつらには後でたっぷりと礼をさせてやったさ。もう私にはお礼も言わせてくれないんだから。でも今だって同じだよ。巨人と戦うのは怖いけど、あなたと一緒ならなんとかなりそう。はいはい、私はこれからも女神クリスタにお仕えしますよ。なもうまたふざけて。でも頼りにしてるね。アルミ、大丈夫？怪我してない？平気だよ。まあ足手まといにならずに済むなら多少の負傷は。よかった、怪我がなくて本当によかった。神様。おい、アルミ、目の焦点が合ってねえぞ。じゃん、あなたは大丈夫？怪我はない。それより喉が渇いちまったな。少し我慢してね。後で水を持ってくるから。女神。水ぐらい自分で汲みに行かせろよ。ライナー、前線に出てたよね。平気なの？問題ない、少し手を切ったくらいだ。放っておいたらダメだよ。道具持ってるから手当てするね。結婚しよう。こいつら、私のクリスタを変な目で見やがって。おお、俺が憲兵団の上に立ったら団員の不正は許さない。税をちょろまかしたり市民の土地を奪ったりはさせん。すごいマルロ、あんたはそういうやつだもんね。とにかくな、死ねとは言わん。だが恥を知ってもらう。理性がないってことは、ところ構わず排便する動物と同じ。お前はマルロだったか。なかなかのご高説だな。ナイルス団長。すみません、このバカが生意気言っちゃって。マルロ、上を目指すのは結構だが、お前も俺の地位につけばわかる。師団長ですら自分の思うように動けるわけではない。上に与えられた仕事をこなすだけの存在だ。師団長、それでも自分ならやれると信じています。この世界の不正を正すことなら俺は何でもやる。クソ真面目なやつだ。だが俺も若い頃はそんな熱意を持っていた気がするがな、お前の目指す道は平坦じゃないぞ。その覚悟があるなら好きにしろ。はい、師団長。こういう空気苦手。ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは、調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか？
でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ町の連中はさっさと避難したってことか。そうですよ、きっとそうです。そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことはどういう。さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。ち、迎撃するぞ。かっさばいてやる。もう一押し。どうすればなければ奴らの動き。どうすれば獣の巨人が近くにいるだろう。巨人を殲滅し奴をあぶり出す。中央で戦う。囲まれて不意に四方の塔を使って戦え。やがるのか。捕らえた。落とした。潰す。狙う。これにされてるなんて嘘でしょ。狙う。生きられるのは勝者だけ。戦わなければ勝てない。すごい、これなら勝てますよ。次、救援要請、無視はできねえ。かっさばいて。人の投石か。全員立ち止まるな。標的になるぞ。塔のおかげで有利に戦えるね。こんな好条件めったにないよ。ああ、だがのんびりはしていられねえ。塔が奴らに壊されればあとどれほどか。さばいて。生きられるのは勝者。やばい、負けちまう。かっさばいて。まま押し切れそうだぞ。蹴散らして狙う。味方が苦戦している。行かないと。お願い、蹴散らして。了解だ。邪魔しないで狙う。そろそろ出てきても良さそうだ。読みは外れたか。獣の巨人を確認。こっちに来るぞ。好き放題になりやがって。だがそれも今日までだ。クソ毛皮野郎。思った通り巨人に塔を狙わせた。今から奴を直接叩け。行くぞ。散らして。頼む、かっさばいて。分かりました。
感謝する。潰す。次。てめえは火に弱いんだ。その毛を残らず燃やしてやる。カッサバイト。にやられっぱなしだ。戦わなければ勝てない。まだこっからだよな。人がいるんだ。簡単な視察に見えたはずだ。了解だ。邪魔しない。助かったよ。あんたたち調査兵団だろ。俺にも協力させてくれ。あの縁だ。とは違う巨人が現れた。私が戦わなければ勝てない。相手が何であろうと私は倒す。Thank you.
逃した。次こそ必ず蹴散らしてやる。